Hey, good evening, everybody. This is English Jarvis Radio on FM 86.8. I'm Bill Tuner and Not the Monster TK. です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Oh, we got the Abaddon coming. Yes. We got. 大変なことになりますね。あの森のプライマリーサイトです。Wow. あの森のプライマリーサイトっつって、はい、ね、あのサンフランシスコ、ミラン、ロンドン、沖縄、あすごいですよね、本当に。We got it. That's awesome. 本当すごいよ。これはね、あの、なんちゅうか、イベントの規模に圧倒されつつ、このうれしさもありながら不安もありながら、はい、いろんなこの感情が出てくるところはあるんだ。あ、そうですね。特にビルさんはすごく忙しくなりそうですね。またそうだね、まあ、うん、あの大丈夫、15分に250件見れるだろうね。あのメッセージすごいですね。あれはでもいろんな、なんちゅうのかな、あのサポートしてくれる人たちも出てきたりね。あ、はい、そうですね。 TK 言ってたよね、あの G プラスでいろんな人がほらチケット買って、なあ、はい、もうすでにもう結構皆さん行ってましたね、うん、あの海外、あ、海外って言うんですか、県外の方とかも、うん、なんかあのハッシュタグたどって、はい、いろいろツイッターとか見てたら、あ、今度沖縄だみたいな、やっぱ航空券ゲットしなきゃって言って、うん、でもその3時間後にはね、休みと航空券ゲットみたいな人もいましたし、まあ結構もう観光で行くのか、うん、あの周りで行くのか、もう悩んでる人たちとかも結構いたんですけど、もうぜひ両方で、ね、うん、両方で、両方の気分で、いいですよね、あの周りね、観光をエンジョイしながら、あの大好きなイングレスもやりながら、いいですよね、まあ、ね、そうですね、ついで、来たついでに観光地とかも結構回れますからね、うん、そうですね、もう沖縄魅力たっぷりですからね、そうですね、いいところですよ、まあ、うん、場所も最高だし、でね、12月12日だよね、12日、はい、だから、ね、寒いんじゃないかなと思う人もいるかもしれないけど、冬、そうですね、なかなか、でもそこまで寒くないよね、12月って。そうですね、まだロンティーとロン、なんちゅうの、ショーパン、ショーパン履いてる人見たりするけどね、まあ、外人さんはね、ちょっと、あの、半袖で歩いてる人もいます。年中半袖で歩いてる人もいるから、ね、そうですね、一応はあの、まあ、長ズボンと、ロング T シャツ、ね、あたりは最低持ってきた方がいいし、ね、T シャツでも大丈夫じゃないかな。そうですね、もう場所によっては風が強いですからね、うん、そうですね、その風で体感温度が下がったりしますから、そうだね、気温が寒い、低いっていうよりかは、うん、風で、ね、ちょっと影響されて、な、沖縄って言ったらビーチとかリゾートっていうイメージ、うん、やっぱ強いかな、そうですね、強いですね、うん、そういうの最近でもその、あのライカムとかね、はい、できましたかね、うん、大きいの、もうアメリカンビレッジ行ってもライカム行ってもあちこち、どあの国際通りもね、はいはいはい、何しようかな、この昔からある、うん、伝統的な場所なので、ね、そうですね、それもよしだし、首里城行くもよしだし、うん、ね、いいですね、あの緑だと久米緑公園に来てレゾさせてくれるのもよしだし、あ、そうですね、まあ、でもいろいろね、あとエージェントの人とね交流したり、あの地元の、ね、楽しいこといっぱいなのでね、ぜひあのチケット購入を検討されてる方、あの一緒にアバドン戦いましょう。迷わず購入ってことね。迷わず購入で。ま、いいですからね。イングレス以外にも本当にたくさん魅力がありますからね。ありますね。この機に、うん、ついでにいい感じじゃないですか。うん、ちょっと質問あるけど、TK、あのビーチはよく行く？あ、行きますよ。ビーチよく、はい、泳いだり。泳いだりっていうよりかは、うん、まあ、ビーチっていうか海によく行くんですけど、はい、自分釣りもとっても好きで。おで結構、釣りとか行きますね、夜、うん、夜釣りとか。じゃあそういったツアーとかもいっぱいあるよね。結構ありますね。しかも結構いい値段で、だから釣り好きの人もね、沖釣りツアーに行ったり、ね、いいですよね、沖釣りツアーに行ったり、まあ、イングレス以外にね、だからそうやってほら、ね、あの自分の趣味とかそういうのをいろんなくっつけられるのがイングレスのいいところでもあるし、ね、はいはいはい、そうですね、あと家族旅行、家族旅行いいですね、うん、家族旅行で沖縄来るエージェントさんたちも数名いるっていう話聞いてます。そうなんですね、うん、いいですね、なんかまあそういう人たちのためにもね、あのいろいろもう子供にもフレンドリーだし、家族にもフレンドリー、シングルにもフレンドリー、うん、
ね、そうですね、ね、違うファクションでもね、いい子見つけられる人いるかもしれない、いい人そうですね、前から言ってるんだけど、イングレスとの出会いのゲーム、はい、のうね、もう読みとは出会い系とか言うとダメでしょ、それじゃダメでしょ、でも、まあ、そうですね、まあ、リアルに話すと出会いと別れのゲームっていうところもあって、ね、はい、あ、そうです、ね、まあ、こっちからエージェントとして活動して内地に行った方とかね、もう何名も、まあ、名前言っていいのかな、オキちゃんさんとかね、はい、まあ、あの方でも 2名いたり、はい、います。この出会いと別れのゲームの中で最高な、この一度にね、まあ、東京5000人ぐらいね、はいはい、京都5600人ぐらいかな、で仙台が4000人来たっていうが集まったってことですよね。が集まった1箇所にこれだけのイングレスのエージェントが集まるような場所、ね、沖縄リアルに何名来るかはもう想像つかない状態だけど、そうですね、これからでも準備たくさんある。そうですね、大変そうですね、なんかちょこっと話聞いただけでも結構いろんなことをしないといけなそうですから ね、 ね、さすがに一人ではもうね、この情報を得るだけでも一人でちょっと大変な状態になってきてるから、はい、ね、でもいろいろイングレスの中での情報、エンライテンドの方でのこの情報とかそういうのを、いろいろね出してって、その日のどうやってどういうふうにこのシートを作ったりとかね、はいはい、プランするとかね、はい、そういうのもいろいろあるので、だってもうヘリオスからずっとやってきてるからね、はい、まあ、その前リカージョンあったみたいだけど、うん、ヘリオス、森、次なんだっけダルサナ、沖縄ダルサナサテライトだったのよ。そうなんです、うん、プライマリーじゃなくてこのプライマリーのと一緒につく都市、あ、はいはい、まあ、点数が出る都 市、 都市があるのね、はいはい、その中に沖縄がダルサナ の、 サテライト都市、あ、はいはい、そうなんですね。でその次に松陰ですね、はい、でだんだんなんか、まあ、ヘルエスで結構ボロボロにされたっていうのがね、沖縄エンライテッドの、ああ、そうなんですよ。でも少しずつペルセプ承認で何しようかな、まあ、なんとなく一緒にやり合えるぐらいのところまでも来て、あ、ペルセポリスでもうねシャドウロール入れたり、ね、青のシャドウね、もういけない泳いでいったって言われてるかもしれないけどサバに声でもうフェリーもない時間に、ね、はい、ってぶっ飛ばしてきてフィリピンにお邪魔させて、もうファインプレーですよあれはもう本当に。そしてアバドン、アバドン来ましたね、アバドンだね、なんか楽しみ楽しみ、もうそういう意味ではいろいろ楽しみもあるし、ね、あ、はい、最高なイベントにしていきたい、はい、そうですね、そうしたい、もうそれ確実にね、はい、それを目指してエンライテンド頑張ろうと思ってるし、ティケもよろしくお願いしますね。今ラジオ聞いてる、ね、エンライテンドみんながやっぱり活動してここまで来れてるので、そうですね、もうぜひイングレスのもう集大成っていうのかな、もうなんだろうね、もうこの究極のイベントだよね、まあ、そうですよね、もう一番イングレス史上の究極のイベント、ぜひ、ね、よろしくお願いします、お力添えよろしくお願いします、はい、お願いしますで、ね、いろんな内地からそういう何て言うかな、何かあったらお手伝いしますよとかね、はい、そういう何ていうのかな、いろいろあるので沖縄だけじゃない、そうですね、This is 本当に世界のイベントだからね、はい、グローバルなイベントっていうのかな、もう点数的にもグローバルですね、そうですね、沖縄すごいとこ来たね、すごいですね、本当に上がってきました、ちゅうかシャードも全部沖縄通ってるし、今までね、通ってないシャードはリカージョンぐらいかな、もう初期の あれを通ったのかな、分かんない、そうなんですよ、シャードだけは通ってないかもしれない、でもヘリオス、商人、ペルセポリス、ダルサナも、はい、ダルサナはシャードなかったな、何らかの形で関わってきたってことですね、うん、何らかの形で関わってきたし、うん、ね、これからもこれもう本当にこれがこの最後のこのアバドンにうわーってその進んでいくっていうのかな、いいですね、うん、まあそうですね、まあこれはこれで、うん、TK はじゃあなんかこのアバドンに対してどう思うかなって、このなんか不安とか何かどうしたらいいのかわからないとか、ああどうなんですか、自分はこのなんていうんですかね、アノマリーとか、うん、
もうシャード戦、前回のペルセポリスのシャード戦が最初にあの協力した協力プレイっていうんですか、やっぱあのエナイテッドのみんなとつながってあのできたことなので、その次にもうすぐあの沖縄で、あのこの沖縄っていう現地でまあ開催っていうかまあ行われるこのアノマリがあるじゃないですか。でもどういったものかもう分からないですし、で自分あの前回のイベントとかもあのどういうのがあのこの本会場で行われてたというかいうのが全く分からないんですよ。なのであのもうまずこのストーリーのつながりとかはもう全然分からなくて、で何をその日にどうやって戦うのかもあんまり分からなくて、なんでもいろいろ心配ですね。心配っていうかどういうまあシャード戦でもいろいろ大変だったよとか楽しかったよとか面白かったっていう話は聞いたんですけど、まあ自分も1回しか経験したことないので、で次のイベントはもう初めてのイベントなので、ちょっとそうですね、なんか不安が多いですね。そうだね、まあ自分たちもやっぱりほら初めてっていう立場に立っているけど、あのエンライテンド、まあ、これはもうどのファクションでも同じだと思うんだけど、はいはい、あの繋がってんのね世界と、はいはい、であそこではあの、ね、やった人いるし、はいはい、その経験からそれを生かして、はいはい、あの磨き上げたこの、はい、タクティックスやあの技術とかそういうのあるし、はいはい、自分たちもね勉強できると思うし、あそうですね、あの、まあ、安心してあの自分たちじゃこれやる 何をやるかっていうところをあの専念してやっていけば、そこはもう確実にいいこのイベントになるっていうのはもう心分かってる、はいはい、あとはこれをどういうふうにこの何ちゅうの、 How do you このどうやってキャリアアウトするか、これをどうつなげていくか、うん、で沖縄のエンライテンドであのやらないといけないことをレジスタンスと一緒にあの、まあ、クロスファクションでいろいろやらないと、例えばねあのじゃあもうちょっとメンバーのことで考えて話すると、はい、ユニフォームあった方がいいよねと。あそうですね、いろいろ話ありましたね、うん、でそれも自分もそう思う、はいはい、あのあった方がいいね、何かのユニフォーム、前回ペルセポリスでベイリーレアパックとかそういうのを打ちて、あー、はい、T シャツとか入ってたり、あとあのカードあったり、はいはい、あのいろいろあったんだけど、もう今回もそれあるのかなっていうのまだ分かんないんだけどね、自分はそういうのもあるかもしれないし、でも沖縄エンライテンドとして何ていうのかな、なんか地域の人っていうのかな、ちょっとあそうですね、うん、もう みんな見て分かった方がいいっていうのかな、はい、情報、例えばポータルとあのアノモリーっていうのはね、あの特定のポータルが色変わるのね、はい、で 色変わって、はい、そのポータルを、誰が制圧してるか、あのどのファクションが制圧してるか、はい、リンクが何本入ってるか、あ、はい、その上からあの三角が貼られてるか、あ、はい、あのまあ、そういう感じで点数がつけられるね。あ、はいはい、あのナインティクスの方のこのサーバーの中で全部計算されるのか、あ、はい、であの、まあ、スクリーンショットか何かその時のあれをあのどういうふうに配分されてるか、うん、であれされるんだけど、あの計算されるんだけど、大体それを、何時から何時ってあの5段階ぐらいで4段階かなで、あ、はい、あの1時間おきとかねにこの計測をするの。あ、はいはい、でこの時はこのポータル、この間はこのポータル、このポータル群ね、あ、が点数入るポータルってね、 あとはあのミステリーポータルみたいなのがあったりね、あ、なんか示されてないけどなんかポイントになるポータルがあるんですよね、うん、そうそうそう、示されてあの頻度が隠されてるな、どっかに、あ、なんかそうですね、自分も見たらなんか前々回のイベントですかね、はいはい、とかはあのメモ書きとかが街中に落ちてたとか、うんうん、そういうのも書かれてましたね、まあ、そういう何ていうのかな、ヒントが出てきたりね、コードか何かがあったりね、あ、そしたらそれをコードブレーカーの何人かにあの送って何て書いてあるのみたいな、どこなのとかね、あ、すごいですね、なんかもうなんか面白いですね、うん、映画みたいです、映画みたい、あのエージェントだからねそうですね、エージェントプレイヤーじゃない、エージェント、エージェントですからね、プレイヤーじゃない、うん、まあ、これをね、あのいろいろこういったあのアクティビティがたくさんあるけど、もちろんそういうのをじゃあ探してきてとかね、そういうあの、まあ、何人か、あ、面白いですね、編成部隊作って、はい、その人たちを探しに行くとか、
あとあのね、このポータルに対してじゃあね、あの前はあの青さんもなんかノバ作ったり、緑もノバ作ったり、あ、このリンクの数もね大切なので、ね、はいはい、あのノバ、特にあのソフトバンクリンクアンプが出てきてるから、あ、そうですね。あの40本ぐらい出してるよね。38だったかな。全部あのリンクアップにしたらね、はいはいはい、このソフトバンクウルトラリンクにすると、その場所からもういっぱい出せるから。もういっぱいブワッて出せるのね。そしたら、点数の方、ね、もうノバのやり合いですよ。ノバの壊し合いとノバのやり合い。で、話ではあのリンクがあればあるほどやっぱりね、ノバ、あれだけど、あ、はい、あの硬くなるけどね、このポーカーが。そうですね、シールドの効果もありますからね。うん、まあ、いったこういったね、細かいこのその場の戦術から、はい、あの T シャツをユニフォームとして作る、じゃあどうやってみんなで何ちゅうの考えるのか、レジスタンスと一緒にどっかでオーダーして買うのかとかね、あの、まあ、いろいろクロスファクション内でもやらないといけない、うん、で、うん、今からだね、あと3ヶ月、3ヶ月ですか、あと3ヶ月とね、まあ、あと何日かな、9日ぐらいかな、結構すぐですよね3ヶ月って。そうだね、あのファーストサタデーとかもすごい大変っていうか、なあ、もう確実にその前の晩とその前の前の晩もあの起きてるとかね、なあ、あの数時間の眠り、はいはい、そこであの自分はあのドリンク飲んでなあ頑張ってたりするんだけど、あのもうちょっと計画して最初からもっと動くような、そうですね、今から動くのが大切なので、はいはい、じゃあ何をしないといけないか、誰が関わってるのかっていうのをね、あのはっきりさせて前に進めていきたいなと。そうですね、あとはもうどうやって何をするかっていうのは、ね、あの沖縄のやり方っていうのもあるだろうから、あ、はい、そうですね、必ずしもね海外とか違う人たちのやり方じゃなくて、独特のやり方をやってみるのも楽しいだろうし、あ、そうですね、そしたらもうスキャナー以外でも楽しみが増えそうですね、いろいろ増えますね、確実に。あとあのよく考えたら沖縄ってね、あのバフで加工の結構大変、この三角でね、はい、あの拠点と拠点と拠点を3拠点を線でつないで三角を作って、はい、あの上からかぶせるっていうのは、はい、特にあの、ね、もういろんなところにリンク貼ってブロックできるし、そうですね、うん、あの全部英幹部だからね、もう沖縄というか4日間あの周り全部周りから入ってどんどん360度円、ね、なんちゅうのかな、この海だから、はいはいはい、はい、まあそう考えたらいろいろこのやり合い合戦とか、昨日あの組をねね先ほどさんとちょっと話する機会があったんで、あ、はい、彼もねもうバフの上にバフがあって、バフがまたその上に来てまたバフが来てみたいなあ、すごいですね、うん、この、あのクロスファクション多重みたいなのかな、あ、はい、そういうのできたのやられるんじゃないかなとかね、あ、はい、まあいろいろ可能性はたくさんある、沖縄独特だからこの場所が、うん、そうですね、一番でも大切なのはみんな楽しめることだよ ね、 そうですね、みんなが楽しんでもらえれば最一番最高、はい、あのゲームからこういう一大ちょっと、経済効果もそうです、ね、あると思うんだけど、そうですね、どうなんだろうこれ、うん、結構 あれじゃないですか、今の今出てる伊藤園さんとコラボしてるあの自動販売機のやつとかもあります、ね、もう結構じゃないですか、うん、あの王よちゃんが売り切れてるのがすごいなんちゅうのかな、 よく目にするっていうのが、はいはい、あの G プラスとかでもありますね、王よちゃんのペットボトルが全部売り切れるのバーンアウトするまでバーンアウト、そうそう販売機がバーンアウトする面白いですね面白いすごいですね、本当にこの、はい、もうすごいんじゃないですか、もうああいうの、うん、結構、まあ、スーパーで買ったらちょっとお手軽に買えるのに自販機でそうだね、まあガチャって言ってる人もいますし、ね、うん、リアルガチャってリアルガチャだね、本当にだって毎回買って出てくるってわけじゃないからね、そうですよね、本当にこの何ちゅう抽選シールみたいなのがついてる、ね、はいはい、でこれから先ほらいろんな何ちゅうのナインティックス社もこの、Google から独立する、はい、ね、したっていう形だし、で、そこから、まあ、どういうふうにイングレスを進めていくかって、やっぱり一企業としてあのいろいろね、はい、他にもスポンサー出てくるっていうのはありじゃないかなって、そうですね、あるもう可能性はもう十分あるっていうのかな、うん、これからのスポンサーもちょっと楽しみに見ていきたいですね、そうですね、
あの当日やっぱ伊藤園さんのドリンクとか置いてるのかな。あ、どうなんですかね。でもいや来るんじゃないですかね、うん、あと場所の販売とかね。あとあのアノマリーって言えばあのアフターパーティーとかそういうのがよくあったりね。ああ、はい、なんか聞いたことあります、ね、うん、アフターパーティーでこの誰が勝ったっていうね。あ、うん、もちろん遠大店って聞いてきたよ。うわーってねこの会場内を、はい、あの響かしたいけど。ああ、その日にもう結果がボンって出るんです。で発表されるんですか、うん、すアフターパーティーで発表される。うわ超面白そうじゃないですか。すごい、もう絶対もうもう涙出る人、はいはい、もう大喜びで涙出る人もうね涙感激のうちのすごい、もうみんな結構ガチでやるっていうか、はい、あのそういうねアトミスフィア、この気持ち気分ですとかね、雰囲気でみんなでこんな何千名でやるっていうこのすごいだから、ね、本当にすごいですよね、うん、これゲームでこんななるんですかね。いやもう知らないな。コミケとかそういうのはねあの聞いたことあるけど、はい、あのいっぱい人が集まったり、はい、もう最後に誰が勝った誰が負けた、うわーっつって、でこれはこの感動はその場にいないと分かんない感動っていうのがたくさんあると思う、はい、であのここから俺沖縄から遠征で以前のあの森行った人たちとかもうすごいのね、もうあの伝わっていく、もうすごいよかった、楽しかった、行ってよかったっていうのは、それがね、うん、あの今までお願いシャドウ送ってあの沖縄に送ってとかね、あのいろいろあのメダル欲しいとかね、沖縄の人たちもメダルこの参戦したいとかね、メダルというかこのイベントが来たねそうですね、まずあの北部の方 の, あのペルセポリスのシャドウを着てたけど、はいはいはい、生まれたあっちでマオリ族のあれで、びっくりしましたね。あれもびっくりしたね。うわー俺沖縄すげえ、ここうわーってすごいですよね、ここまで来た沖縄。うーん本当にあのまあいてくれた人本当にありがとうございますね、はい、あれはね。あの TK もそうですね、行ったことはある。何回、ね、何回かあの南部から北部に行ったり来たり。そうですね、本当に行った、そうですね、1日に2回行く人もいましたしね、うん、すごいですよ本当に。でそれをうまくねあのゴールできたし、はい、本当にできました、ね、もう最終的にはねあの報われた感じというか、このもう大変だったと思うけど、はいはいはい、あのいい経験だったと思う、うん、そうですね。もっと今度はシャあのもうちょっとねあのリファインというか、このうまくやってアノモリを成功させるという。そうですね、ここでねあの質問やっぱり残るんだけど、あのエディエ分裂してるよね。そうですね、前言ってましたね、なんかシャード戦も来るのかなゆっくりじゃあどうする、そういう時。そのペルセポリス、このペルセポリス、このこの何ちゅうのかな、このアボドンのあの会場にもう入れちゃう両方いっぺんにできない、できるいや会場に入れちゃったらもうきつくないですか、動かないと思います沖縄にあの指定延長する人も出てくるかも、ね、そうですね、うん、もうバフられたら動かないね、まずリンクできないから、うん、あれですからね、まあ、バフられた色のあれにはこの角にできればいい、まあ、ところでまた何ちゅうの螺旋荷重とかが下がったらちょっと難しいけど、そうですね、あ、うん、そっか、うん、だって沖縄今までシャード全部関わってきてるよ。あ、じゃあもしですよ、もし家庭で、うんうん、南部で、うん、あの会場が南部ってなったりするじゃないですか、はい、で北部にシャードが来たりすることもあるんですよねあの俺のお願いではないと思う、あまずはというかあのできるだけ遠く離しておいてみたいなあでもやらないといけないんだったらもう会場に突っ込むしかないよねぐらい。あ、そうですね、でもうーん会場に突っ込んだらでも盛り上がりそうですね。盛り上がると思うよ。あのね、前どこかあのアノモリでシャードが近くを通ったみたいな話は聞いたことあるんですよ。そうですね、うん、そういう時はちょっとあれだけど、もうシャードも会場の中に入れないといけない、どうせならもう上に乗っけないといけないと、はいはい、まあね青の方がどう思ってるか分かんないけど、はい、そうですね、あのね
議題としてその一つとしてちょっと心配が残るという、シャード戦大変だからね。シャード戦、そうですね、シャード戦で。そしてアノモリもアノモリで、あの楽しいところもあったら、いろんな出会いもあったら、うちの、まあ、別れやその前の作業からいろいろね、その2つ の, あのバランスがあって、ね、いいイベントができるから、最高なイベント、最高の思い出、いいです、ね、ゲームでこういう思い出作ってないよ絶対。もう 俺も自分はないね、はいはい、うん、あのゲーセンで育ったような人間だけどね。あ、そうなんですあの家庭用ゲームもね、あのほぼ全部持ってるし、あ、持ってきたし、これは ないね、初めて。すごいですよね、うん、もうそうですね、まあ自分も最初聞いた時に、まあ自分はあんまりゲームをする性格ではなかったので、うん、やってもあのバーってハマったりじゃなくて短期間にバーってやって終わったりしてたんですけど、もう最初このゲーム聞いた時に、何その場所に行かないとできないっていうのを聞いて、ちょっともう考えが変わって、うん、そしたらいろいろ運動しながらもっていうのができたりしてたんで、すごいですね。すごいね。これあのまだやってない人に説明するの大変だけど、ゲームであのどこどこの場所に行くのよって、は？あのゲームのパソコンの中でこの誰かが歩いてどこかに行くのかなって、はいはい、Google マップをパソコンで見て、その中で誰かがキャラクターが歩いて回ってるのかなっていう、このイメージがあるのかな。あ、はい、そ、いやいやいや、自分が実際歩いて飛びあさと行ったりするの飛びあさと、そうそうそう、沖縄であのライト兄弟の前に空飛んだ人がいるのねって、その人の記念碑がどこどこにあってって、はい、そこに実際行くのって、この GPS でこの行ってで、そこに近づけば、あのはい、あなたは何々ができますよみたいな、はいはいはい、あのこれとこれとこれができますよって、もちろん緑なので、なんちの青 あのポータルだったらそれをね、あの緑に染めるとか、はいはい、そこからあの線を引いてどこどこにつなげるとかね、それを毎回説明してるんだけど、みんなびっくりするね、この GPS 使ってどこどこ実際行くんだよって。しますよねえってなりますよね。でこれあのリクルートするためのちょっとしたマニュアルみたいなの作ってもいいんじゃないかなって。あ、はいはい、こういうタイプの人だったらこういう風に話して、こういうタイプの人だったら俺こういう風に聞かれたらこういう風に答えるとかね、はいはい、ある程度何しようかな、まあね、大体なんとなく同じだと思うので、うん、リクルート自分をして、自分のリクルートはメダルはないけど、あの何しようかな、メール送ったり相手から聞いたりするんじゃなくて、もうあの直接これね、あのだからね、ハンガーオーツでこのリクルートしたいとかね。ああ、そしたらやりやすいですね、うん、あと G プラスでリクルートするとかね、何かできないかなって、はい、あのもうアプリストアに行ってイングレスって書いてもらって INGRESS ね、日本語でも出てくるかもしれないね、イングレスって、はい、カタカナでいいからイングレスってこれダウンロードして入れて、あの教えてあげるからとかね、そこから始まる人が多い。そうですね、リクルーターはさすがに取れないな、自分取ってないから一人も取れないあのもう時間ね、時間的にちょっとやばいから。そうですね、もうハンガーオーツでピュッキュッなんか、あ、まあ、そこから入る、わすごいな、もうねえメールあのずっとなり続けてるっていうかでね、あの日本国内とかね、このアジア圏とかね、メール来るでしょ、はいはい、夜中は海外のこの、あ、反対側の時間もあれですからね、時間もあれだから、あのそうだね、あのこのアバドンのこの、日付とか時間とか、あの日本時間なの海外時間なのとか、例えば、はい、12日だとうちの GMT、 このセントラルこのね標準時間っていうのかな、あ多数日本は9時間だよね、あだからその後の9時間とか、だからあっちでは12日だけどこっちでは13日じゃないかとか、あちょっとずれたりずれたりしたりね、この時間のずれとかで実際アバドンはいつなのかっていう質問が多かったりする。あそうなんですね、いつなのこれってこれアメリカ時間、ロンドン時間、何この日本時間、あそうですね、場所で違いますからね、うん、場所で違うので、だからシャード戦もね、その次の日の朝の9時とかあでしたね、なんかうん、だからね、まあいろいろそういうところもね質問多いだろうけど、このぜひあのハンガーアウトしていただいたり、
そうですね、他のエージェントとあのつながって、やっぱり一定のレベルになってくるとそういう楽しみ方もあるっていうのをね、そうです、堪能していただきたい。ですごいもうみんなフレンドリーな感じなので ね、ぜひ今イングレスラジオを聞いてる方で今から始める人とかね、はい、そうですね、もうすでに始まってて、どう考えファクションの方でこのコムの方でもいいですから、ビルトゥーナ、ノットモンスター TK、ヨミトン、いろんな人がね中で喋ってるので、そうですね、もうそのままコムに入りたい、このコミュニティに入りたいですってコムに書き込めば、そうですね、誰かが必ず拾ってくれますからね、うん、で、ああじゃあね、ようこそエンライテンドへって、はいはい、どこどこに案内しますねって、まず G プラスを公開してくださいとか、はいはい、リンクしてくださいとかね、いろいろありますね、うん、この G プラスをリンクしてるとね、意外とこの結構つながりやすい、ハンガウツを G プラスからハンガウツできるので、はいはい、つなげられるので、そうですね、まずはそこからですね、そうですね、いや人はね猫の手も必要になってくる状態、状況だろうからね、はい、まあ、楽しくみんなで頑張っていこう、そうです、頑張りましょう、もう、うん、今今日は音楽はなしでそのまま行こうか、任せますよ、出すか、先週本当お疲れ様でした、はい、もうあれは一人ですごい、そうですね、あ、一応笠本さんが、さんが、はい、急遽ギリギリで来ていただいて、うん、まあ不慣れながらいろいろちょっとやりましたけどね、うん、話聞いたりちょっとちょろって話したりしてたんですけどね、ね、イングレスやっててラジオ番組の勉強もらって、すごいですよね本当にラジオ出て、もうつながりが意味がわからないですかね、ゲームとラジオって、ね、まあちょっとあれかもしれないですけど、イングレスの面白いところ信頼関係っていうのかな、はい、がはっきりしてくるっていうのかな、そ、ね、その人の活動とかそういうのは全部ステータス出てたり、はいはい、コム見てこういう風に、あとみんなでね何々してじゃあ私これやりますって時にそれをやりに行ってね、はい、わざわざやってくれてありがとうみたいな、なんていうのかな、もうそれ見てるとやっぱりほら、あ、信用できる人だなっていう、はい、そうですね、この信用とかそういうのもねすごい関わってくる、職場とかそういうところでそんだけ見抜けたら最高だけどね、あ、そうですね、いう話もよく G プラスで見る、あ、そうですねこれをイングレスほどこの透明性があったら最高なのにな、そういう話もねいろいろありますけど、音楽行こうか、行けますか、うん、はい、じゃあ今日はですねちょっと昔めの曲、昔っていうかいつですかね、3年4年前ぐらいに流行ったですね、ファロボーイ、わかります、はい、知ってます、からですね、結構、うん、My songs know what you did in the dark です、お聴きください、
はい、ファラボーイから My songs know what you did in the dark でした。Oh, My songs know what you did in the dark。 これね、面白い曲名だね。そうですね。まあこうやってでもいろいろ自分で全部これ今音楽 CD 作ってきてるんだよね。そうですね、もう基本的に自分が好きなやつとか、うん、あとは話をつなげやすそうなやつとかだったり、まあそれでも雰囲気だけで好きな曲を選んで、うん、後でやっぱ和訳見たり、自分も英語は全然わからないとこ多いんで、それで和訳見た時にあこれ合わねえやみたいな思うところもあるんですけど、うん、まあ雰囲気も大切ですから、ね、イベントや雰囲気に合わせてしっかり見てくれてるの ね、 うわすごいすごいね、イングレスで本当にラジオでこういう経験して、ね、これもう履歴書書けるんじゃないかな。あでもいやいけそうじゃないですか、ね、昨日のあのアオラジの方で誰だったか、サキノリアさんでしたっけな、なんか一応言ってましたね、このイベントの主催っていうんですか、ボランティアで参加とか、うん、そういうのを履歴書にも書けるんじゃないのって言って、書けるだろうね、いい経験です、ね、すごい。ちょゲームとはいえ、まあ集まる人数の規模にもよりますけど、まあ、今まで集まってきた人たちの人数もすごいですから、うん、こういうイベントを主催っていうか、まあ、ボランティアで協力したり、まあ、いろいろ計画携わったらとても自分の中のいい力になるんじゃないですかね。そうですね、いろいろ県外からもいっぱい来るから ね、 そうですね、海外からも来るよ、はい、海外も来るよ、もうすでに連絡来てるからね。あ、そうです、ね、うん、だからある程度やっぱ英語喋れる人たちも大切になってくるし、はい、ね、そうですね、勉強しないといけないですね、ちょっと、まあできる範囲 で、 で、ね、本当にそれでいいと思う、はい、できる範囲でもちろん自分 の、 リミットを試したいとかね、乗り越えたいとか、そういうチャレンジ精神があってやる人も、はい、もう大歓迎ですけどね、できる範囲でいろいろみんなで携わりながら楽しくやっていきたい、やっていくっていうのがやっぱり理想なのでね、はい、ゲームであってゲームじゃなくてゲームのように楽しめてゲームじゃないような集まり方して、はい、なるなんていうのね、これ正直でもアプリ自体はね、どんどんなんか少しずつ触ってる状態っていうのかな、自分も。あ、はいはい、もう今のレベルを少しずつ楽しんでるところはあるかも。いまだにレベル10、本当に半年でレベル16になった人がいたからね。すごいですよ、本当に何やってるのか分からないぐらい。スナポンさんすごいよ。すごいですね。うん、会って次会った時にポンですからね、それもうワオね、レベル16になると結構大変な作業なんだけどね、はい、まあ当時の、まあ、レベル8になるようなものだったのか、あ、はい、このレベルが解放されるにつれ、ゲームがねもうちょっと、開発されるにつれ、はいはい、この 2年半かな、もう2年と8ヶ月、うん、ああそんぐらい経つんですね、もう、うん、でこのいろいろ変わってきて、レベルの解放もね、レベル8だったのが今レベル16だし、まあ、実際24とかまで行くのかは分かんないけど、すごい大変だった。経験値の稼ぐのはもうとんでもないからね、このそうですね、倍みたいな感じですか、ね、うん、そうだね、前のレベルから、だからね、でも少し本当にでも基本は全部同じだから、やっぱり三角を作るとかね、うん、そうですね、どのレベルでもできるのは三角を作る、あと白いポータルを自分のファクションの色を緑にする、はいはい、緑にするっていう、それの繰り返しではあるんだけどね、でその中でいろんな出会いがあって、別れがあって、イベントがあって、ワイワイ騒いだら一生懸命汗を流しながらちょっと作業したりね、そうですね、おかげでね体重とか結構維持できてるんだけどね。あ、いいですよ、いや、このアボの前にはもうちょっと痩せたいから。なんか新しいちょっと自分の目標をちょっと作ってみた。ね、ああ、いいですね。だって今までだってダイエットしてる状態だけど、なかなかこの最近減らないのよ。ああ、はいはい、このアバドンでもうちょっとちょっと健康面頑張ってみようかなっていうのがまた出てきたね。いいですね。新しい気持ちの切り替えに、うん。このアプリの中だけじゃなくて、この外のものもからも影響を受けるっていうのが。はいはい、最高だね。目標を作るのには、ね、ある意味ちょっとプレッシャーを、まあ、かけてくれるというかね。はい、
ね、正月の時に今年こそはこうするぞって言った人が、あのなかなかできなかったりね、あ、日本の三日坊主っていうのかな、はいはい、そういうそうだった人でもイングレスで鍛え上げられるところは面白い、いいです、うん、そうですね、このなんかゴールを作れるっていうのかな、はいはい、自分のスケジュールをセットして、ガチだね、ライフスタイルに入り込んでそういう意味でガチだね、あのシカナー城はそこまでガチっていうか、はい、あれなんだけど、もうなんかライフスタイルが仕事みたいですね、そうだね、仕事遊び、仕事してるからね、ちゃんと、はい、仕事をみんな、あのみんなやってる人たちが、はい、あの出回って時間ほら夜あの散歩してる時にやるとかね、そういう時にやってる人多いから、はいはい、そのインテグレーションというのかな、このその人の私生活と、このイングレスがインテグレートして、さらにそこからグループがあって、ね、そのグループとの交流があって、あの輪が広がるっていうか、でみんな一つ一丸となって考えるというから、どうやってエンライテンとか、例えばじゃあゴールの趣旨としてはほら、あの地域の MU を青対緑とかね、はいはい、一丸となってやるっていうか、うん、まあ1位になりたいっていう人もいっぱいいると思うけど、もうランキングで1位になりたいとかね、ああいいですよね、それも自分はあのいろんな人と話したい、つながりたい、沖縄はどういうふうにどこでつながってるのかって、誰につながってるのかっていうのを知るのもすごい、あそうです、ね、もうこのアボトのちょっと楽しみっていうのかな、今までこのつながった人たちももう会ったこともない人も、はいはい、一度あのイングレスのためにあの沖縄来た人もね、でそれ会いに行った人とかね、逆に会いに来てくれた人とか、そういう人たちも、はい、あの来てくれて、もう、ね、今までほらあのスキャナーとこのハンガーオーツの上でしか仮想もう文字だからね、そうですね、もう携帯やパソコンで見てこの人と話してるの文字と話してるみたいな感じ、はいはい、最終的にはね、でももう謙虚な人っていうか、このね、もうあこの人信用して、いや最高だこの人っていう人もいっぱいいて、ありますね、うん、そういう人と直接会える、ちょっとワクワクドキドキがいいですよね、本当に、あ、うん、どんな人なのかなって言って、ね、あの、面白いですね、もう自分も髪切ってきれいにしてこようあうちの嫁あのミリーが、ダイエットの件でよし、じゃあまずはコーラを減らしましょうってソフトドリンク禁止になったでもいいんじゃないですか、でも自分も最近まであの水とか、はい、この硬度が違う水でなんかわかります、あの硬い水と柔らかい水、あ軟水と硬水、そういうのいろいろ飲んだりするの好きでしたよ最近まで、ミネラルウォーターとかでやっぱ味が違うんで、まあたかが水ですけどね、いろんなのあるよね、ありますね、うん、それはあのコーヒーもなんとなく似てる感じがする、ね、あーそうです、ね、コーヒーの焙煎とかオリジンとか、ちなみにあのね、沖縄イングレスから海外とかいろんなところに、ね、結構評判いいよ、あそうなんですか、うん、このコーヒーで焙煎してそれを使ってこの、まあ、販売してそれを使ってこの活動費に当てたりしてきてるんだけどね、あ、はいはい、あのいろいろね海外とのやり取りもたくさんあるし、あのいいですね、県外とのやり取り、県内でのやり取りとかね、まあ一番、まあ、手短で言えばあのペルセポリスの時に、はい、久米島行く旅費とか、はい、あの久高島行くとかね、はい、本当に行ってくれたエージェントたちにはもうありがたい、もう感謝してる、はい、家島も本当に行ってくれたり、はい、すごいですね、すごいですよ本当に、うん、だってなかなか離島行かないからね、そうですね行かないですから、ね、現地の人って行かない、自分もねあの久高島初めてだった、自分まだ行ったことないですね、お島送りにしようかいやでも離島って聞くとやっぱり釣りしに行きたくなりますね、あ自分は久高島あの釣りしてる人いっぱいいた、あそうなんですね、うん、やっぱり結構聞きますよ、いいってね、久高島とかでも、あなんか結構いいスポットみたいよ、ああの新しいポータルもいっぱい入ったのでぜひ、あそうですねあの往復大体1500円ぐらいじゃないかな、あいいですよね、うん、一晩釣りしに行ったりも、そうだね、であの、まあ、コンベンションエリアがエージェントとして活動もしてるし、そうです、ね、拠点だから、ね、近いっていうかこの前運転がね あるけど、はいはい、車止めてフェリー乗って行って日帰りで帰ってくるから、そうですね、はい、すごいいいですね、おすすめ、うん、あそこのビーチすごい綺麗、あそうなんです、うん、12月泳げるかな
泳ぎたい、また泳ぎたい。もう夏終わる前に泳ごうか。暑いんだよね。そうですね、結構暑いですね、うん、晴れの日だと結構ですよ。もう風ない時もううわーって、はあ、きついですよね。厳しい。東京とかどうなってるのかな、まあ、気になるけど、うん、沖縄でも12月でもそんな厳しい寒さってないから。そうですね、あの波が来るね、ちょっと暖かくなったり寒くなったり、ね、暖かくなったり真ん中になったりいいぐらいになったりって。ショーパン履ける日があったらやっぱちょっとロングスリーブと長ズボンっていう、うん、そうですね、まあ、こういうのはあのインターネットで調べて、いろいろあのいろんな人たちにアドバイスもできるように、あの沖縄エンライテンとかからそういう情報を公開するようなあのホームページとかも必要ですね。あ、そうですね。それかそういう情報があるホームページのリストアップ、あ、はい、そうですね、をして、あの沖縄で何を食べたら美味しいのか、あ、はい、あります、ね、名物はこれだとか、はい、あの石垣牛が食べたいとか、はい、いいね、石垣牛食べたいよ。いいですね。まあ、私も食べたい。自分も食べたいですよ、お肉。これはあの宮古島行ってたね。ああ、そうですね。うん、年中のだ沖縄でほらイベントやるって、まあまあ本島でやると思うんだけど、はい、離島とかだったらどうしよう。あ、もし宮古とかになったらってことです。うーわー、これはもう結構大変じゃないですか。うん、どうなるんですかね。ごめん、あの冗談だから。大丈夫だと思う、自分も。あ、でもね、12月とかだったら、うん、夏とかだったらでも結構夏のシーズンとかぶっちゃうと、ああいう離島とか観光地とかだったら、うん、もうレンタカー取れないみたいです。自分もレンタカー1日しか取れなかったです。あ、もう全部予約いっぱいで。大変だ、ね、一応でもあのこのアノモリやってて、あの一つだけ、まあ、NINETEX にあの、ね、あの菅さん、川島さん、いろんなこの NINETEX の方に検討していただきたいのは、離島の方にも一つでもいいから、この、ね、ボラタイルセルのポータルとか、なんか何なのこの、 あの、ね、点数加算できるポータルが一つあっても、ね、あの私の沖縄のエンライテンドっていうのは、沖縄本島もあるけど、やっぱあのね、一番はもう宮古島すごい活発、ね、石垣島もある程度活発、はい、なんちゅうか見ててね、そういうのもありますから、はい、 そうですね、ね、そういうところもちょっと検討していただければ嬉しいかなっていうのが ね、 ね、あのリクエスト、あえてリクエストがあるとしたら、はいはい、あっちのエージェントの人にもよろく楽しんでもらいたいし、まあ、あっちから沖縄に来るっていう人も、あの本当に来るっていう人もいるから ね、 まあ、ね、まあ、考えて、いろいろ実際内地から来てる人たちもいるからね。そうです、ね、よし、じゃあ沖縄みんな来いって、本当に来い。いいですね。各離島部署っていうんですか、うん、集めて、うん、離島スクワッドみたいな、このなんちゅうの舞台が一つ、あの何々島代表みたいな。あ、まあ面白いですね。それ楽しそう、面白い、それ、あのPreparation、 この何かあの準備にはなかなか参加できないかもしれないけど、そうだ ね、 それもそれでいいかな。あの 本当だったらみんな来やすいだろうし、まだ、そうですね、あの離島に住んでるとね、なんかあのフェリーも離島終わりみたいな話聞いたことあるけど。ああ、そうなんですか、うん、離島の住民だとね。あ、ぜひ来てほしいね、みんなでエンライテンド沖縄を見てみたい。 その For Glory って言うんだけど、この何ちゅうの、全ての沖縄エンライテンドのこの栄光を全部目の前に、人数見てみたくない、この人数どんなに集まってる。そうですね。でさらにそれ何ちゅうのかな、周りにもういっぱい、ね、いろんなところから、こっちから、うん、エージェント来るっていう、すごいですね。見てみたい、本当に沖縄どんだけ集まるんですかね、うん、見てみたいですね。この出会いのレベル半端ないね。それだと、うわ、すごいですね、本当にとってもいい機会だと思いますよ、うん、楽しみ。もうぜひその人たちにもね、あの沖縄 の、ね、あの心をあの見せられるように、はい、そうですね、あのウェルカムできるように面相礼、ね、そうですね、面相礼、あの大歓迎したいですね。そうですね、いろいろ何らかの形で、あの今まであまり喋れなかったこともあるけど、何らかの形でつながってるんですよね、はい、あのオペレーションもあれば、はいはい、まあ、小さいこともある。鍵を集めて、この人が、あなたが集めたたった一つのキーが、なんちゅうの、内地にとって、どこどこで自分がね、拾ったキーとか、たまにあるので、拾った、おこのキーですね、うん、
あのそれをあのどこどこに送ったとかね。あー、キーを落としてこの1個だけでも繋がってたりしたりするんだけど、はいはいはい、間に誰かが繋いで、はい、そうですね、分かんないよ。だからどこかで何らかの形でポータルキー1個かもしれないけど繋がってるっていう、はいはい、すごいですね。これはぜひ成功させましょう。はい、そうですね、本当に、みんなのお力添いあってのことなのでね。はい、そうですね、うん、いろいろ分からない点とかそういう点ではいろんな情報を集めて、順次このどういう方何をするかっていうのがね明らかになっていくので、はい、頑張ろう。まあ最初はファーストサタデーみたいな巨大なファーストサタデーね巨大な、はい、な気持ちで取り組めばそうですねまずそこから実際ファーストサタデーのこのリンク図で話もなんか来てる感じだったので、なんかそう、うん、昨日出てたかなラジオ で、 出していいのかな、 誰がこの話してるのかとか分かんないね。じゃあどこまで自分も返していいか、だからあまりできない。今はまだ、あ、はい、うん、でも順次このラジオでもねいろいろ出していきたいと思って、公開できるように、うん、公開していきたい。いいですね、楽しみですね、うん、まあどうしよう、どうします、なんか閉めちゃったね久しぶりにやるところタイミングがちょっとずれたから、あと2分あるよ。あと2分、じゃあ、うん、じゃあもう曲でお別れにしますか。そうしようか、しますか、うん、また、はい、うん、楽しみながら曲を、はい、そうですね。じゃあ本日のお別れの曲はエッソン・コービンから All Over the Road です。お聴きください。Okay, everybody, this was Jarvis Radio on FM 86.8. 今週もお聞きいただきありがとうございます。はい、ありがとうございました。もうアバドンね、沖縄エンライテンド、まあイングレス、沖縄のイングレスの何ていうのかな、やっぱ究極のところまで、そうですね、たどり着けたっていう、はいはい、もうすでに感動もあるんですけど、これからまたいろいろね、楽しい時もあれば戦いもあるので、そうですね、ぜひ一緒に楽しみましょう。そうですね、もう人生成功させたいですね、うん、一度しか来ないから。そうですね、本当に、うん、もう来ないと思いますかね、うん、まあ、この時間も来ないからね。そうですね、一回、はい、Okay everybody, thank you for listening. また来週よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。